皆さん、こんにちは。猫です。この動画は、皆さんが高速道路を利用する際に気をつけてほしいことをお伝えする動画です。それでは皆さん、スタートです。高速道路走行前に、ドライバーの皆さんに注意してほしいことは、車の積み荷の固定です。高速道路では、 ちょっとしたものでも大きな事故につながることがあります。こんなものや、えこんなものまでサービスエリア、パーキングエリアでは、積み荷の紐が緩んでいないかなど確認してくださいね。走行前に積み荷のロープの固定が緩んでいないか、積み荷のカバーが外れていないかなどをチェックして、落とし物をしないように注意しましょう。積み荷はし ししっかり固定してください。そして出発前にもう一度積み荷の固定を点検してください落下物を発見したら道路緊急ダイヤルシャープへ。または料金所の係員かパーキングエリア等での非常電話でご連絡ください24時間対応していますので 落下物があった時にはお知らせください。いかがでしたか高速道路で気をつけてほしいこと、落下物編でした。最近、落下物がとても増えてます。皆さんもくれぐれも気をつけてくださいね。以上、猫、ね、でした。まったねー。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本。